キンプリヘイヤ耀仕様の CM 起用に喜びの声、キッコーマンからの手紙にファン感激。男性アイドルグループ、キングプリンスのヘイヤ耀仕様さんが、キッコーマンの新 CM、我が家は焼肉屋さんに起用され、そのニュースがファンとメディアを騒がせています。 さらに、ファンが感謝の手紙を送ったところ、キッコマンからお返事があったというエピソードが多くの人々の心を温かくしました。平野耀さん、素敵な企業とのコラボに感激。平野耀さん自身がこの嬉しい出来事をツイッターで報告し、素敵な企業、とコメントしました。ファンの中でも特に平野耀さんを応援するメグさんが、 この報告を見て感動し、キッコーマンに感謝の手紙を送ることを決意しました。メグさんは、ハガキに、く君を寄与してくださりありがとうございます。これを機に、我が家は焼肉屋さんを購入させていただきます。と綴り、ファンの心からの感謝の気持ちを表現しました。このハガキは、ファンの誠実な応援の証であり、キッコーマンにとっても、 特別なものであったことでしょう。キッコーマン、感謝の手紙にお返事。驚くべきことに、キッコーマンからの返事が届きました。封筒を開けると、礼場とメグさんが送ったはがき台分の切手が同封されていました。メグさんは、とても驚きましたし、このような素晴らしい企業の CM に寄与された平野志洋君のことが、さらに誇らしくなりました、と語ります。 キッコーマンによれば、手紙が届いた場合には必ず返事を書いており、メグさんから寄せられた感謝のメッセージに応じて、礼状を送ったとのことです。このようなファンへの温かい対応は、ファンとアーティスト、企業と消費者との絆を深める大切な一環と言えるでしょう。郵便と SNS を通じた交流。この郵便を通じた交流は、さらに続きました。 メグさんがツイッター上でキッコーマンを称えたところ、キッコーマンの公式アカウントからも感謝の返信が届きました。このような交流は SNS を通じて広がり、ファンと企業とのコミュニケーションを新たな次元に引き上げています。キッコーマンに取材したところ、社内でこの投稿が共有され、感謝の気持ちを伝えるために引用リツイートを行ったとのことでした。 企業がファンの声に耳を傾け、感謝を示すことは、ファンとの信頼関係を築く上で非常に重要です。平野紫耀さんの人気が反映された手紙。平野紫耀さんが新 CM キャラクターとして発表された後、全国のファンからも手紙が非ッ満に届いたとのことです。メグさんとの一連のやり取りについて、 気候満担当者はお客様からそのようなメッセージを直接いただき、とても励みになる嬉しい出来事でした、とコメントしています。これらの出来事は、平野志耀さんの人気とともに、ファンと企業との素晴らしい連携を示すものと言えます。ファンの応援がアーティストと企業に力を与え、感動的なエピソードが生まれることは、 エンターテイメント業界の魅力の一部でしょう。結論、ファンと企業の温かい交流。平野志洋さんの CM 起用により、ファンと企業との温かい交流が生まれ、感動的なエピソードが誕生しました。ファンの応援がアーティストや企業にとって励みとなり、信頼関係を築く大切な要素であることが示されました。キッコーマンの姿勢は、 ファンからの声に真摯に向き合い、感謝を示すことが大切であることを示しています。アーティストと企業、ファンと企業の協力と信頼が素晴らしいエンターテイメント体験を生み出す鍵であることを改めて感じさせられる出来事でした。このような交流は、ファンとアーティスト、企業と消費者との間に特別なつながりを築くものです。 ファンが応援の気持ちを手紙や SNS を通じて表現することはアーティストにとって大きな励みとなりファンとの絆を深めます。一方、企業がファンの声に真摯に向き合い感謝を示す姿勢はブランドの信頼性を高め顧客ロイヤルティを築く手助けとなります。この出来事はエンターテイメント業界において ファンとのコミュニケーションがますます重要になっていることを示しています。アーティストとファン、企業と顧客が共に喜びを分かち合い、感動を共有することは、業界全体にポジティブな影響をもたらすでしょう。平野志耀さんの CM 起用によって、ファンの応援が温かい手紙という形で具現化し、それに応えるキッコーマンの姿勢が賞賛されました。 これからもアーティストとファン、企業と顧客の絆が深まり、素晴らしいエンターテイメント体験が生まれることを期待しましょう。エンドノート、この感動的なエピソードは、平野紫陽さんとキッコーマン、そしてファンの間に生まれた特別な瞬間です。ファンの応援の力と企業の感謝の姿勢がエンターテイメント業界において一つの光る例となりました。これからも、 ファンとアーキスト、企業と顧客の間で心温まる交流が広がることを願っています。